近い道、駅に着いてすぐ足を止めた。動くことない踏切の先には、人だかりとサイレンを忘れた車。その場所から動くことをやめた人を包んだシート、理由なんてわからないけれど、僕はなぜだか悔しくて涙したんだ。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってた、頑張ってた、何かのために。おはよう、おやすみ、ありがとう、ごめんね、愛してる。生きることって辛いよね、でもその分幸せもあるでしょう。昨日まで元気に話していた人が急に目の前からいなくなった。体が急に操縦不能になって、その瞬間からその人の時間は止まったと聞いたんだ。生きたいのに生きられない、そんな人だっているのに。命は自分だけのもの、違うと思うんだ。家族だって友達だってあなたの一部でしょう。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってんだ、頑張ってんだ、何かのために。おはよう、おやすみ、ありがとう、ごめんね、愛してる。何がない、耳の中にたくさんの幸せが詰まっている。もっと大きな幸せがある。例えば久しぶりに初恋の人に会うことも、散歩の途中100円見つけたことも。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってんだ、頑張ってんだ、何かのために。おはよう、ごめんね、愛してる。生きてるってそれだけで幸せでしょ。明日はいいことあるよ。さあ、今回も始めましたシャープゆうきのワクワククッキング。はい、今回はね、年末年始ということで、家でも簡単に作れるおつまみスペシャルやります。はい、まずはですね、トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼを作っていこうと思います。はい、じゃあタレからいきます。まず玉ねぎですよ。玉ねぎね、これ間違えちゃってこんなにいらないのね。これぐらいにしとこうか。これでも多いんじゃないかな、どう思うかな。これぐらいにしとこう。ここにバルサミコ酢投入します。バルサミコ酢入れます。塩入れます。適当に混ぜます。その中に蜂蜜をちょっと入れていきます。粗挽きのブラックペッパーちょっと入れます。はい、こんな感じでソースの完成です。
じゃあね、今日ね、本当に簡単な料理ばっかりなんで、もうサクサク盛り付けていきますけど、まあ、料理って言えるんですかね、こういうのって。カプレーゼって食べます？きょうちゃん。カプレーゼってよく食べたりする？むしろカプレーゼって何ですか？なんだろうね、わかんない。あのイタリアの言葉かな。カプレーゼ。どう思う？カプレーゼをじゃあとりあえず10秒以内に説明して。カプレーゼっていうのはあの食材をそのままちゃちゃっと入れて、そうちゃちゃっと食べるお手軽料理っていう意味ですかね、カプレーゼっていう。本当にそれ合ってるの？それ多分そんな感じやと思いますよ。うそ、マジか。で食材見るけど、だってこれでかけて終わり。そうかけて終わりよね。わかった。はい、じゃあこれここにオリーブ、オリーブね、これ売ってるやつを適当に乗せるとうまいし、うん、見た目もいいっぽく見える。お、これはあれだね、オリーブだね、これ。そうだよ。まあ大体できたんですけど、オリーブですね。これあれ、あのオイオリーブオイルみたいな。そう、何？おいおいオリーブオイル。あ、する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 、しますよ。マミさんみたいな。そうですよ、しますよ。オリーブオイル。ポイント斜め掛けがポイントで。そう、斜め掛けがポイントで、こう最後に何掛けるんでしたっけ？泡のり。泡のりじゃなくて乾燥バージョンね。これ一品目完成、これ完成です。トマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ、かぶせてきた。お、言えた。はい、続いては明太子とクリームチーズの揚げ餃子を作っていこうと思います。これもね、本当に簡単なんです。はい、まずですね、からし明太子投入します。クリームチーズですね。誰が入れたんだろうね、これ。出ない。これちょうど準備して溶かせてもらう。明太子とクリームチーズをガシガシに混ぜていきます。量は2対1。まあクリームチーズがいいですね。こんな感じでやってます。いや、混ざらんの。これ俺やるから次はカメラさんとお話しして。はい、大丈夫大丈夫。いい、しゃべるよりよっぽどですと思う。はい、こんな感じになります。大葉にこのできたクリームチーズと明太子のやつを包みまして、で、まあ、温め皮にのせると。あとはね、餃子と同じですよ。水をつけて取っちゃうよと。これ完成。これせっかくなんでメンバーさんにやってもらえますかね。カモン、よっしゃよっしゃ。まあ年末っていうこともありで、ただ作っても面白くないんで、まあ、こういうのも美味しくも食べたい。すごい美味しいんで普通に食べたら、おいしい方がいい。美味しいんだけど、ちょっと静かにやって。美味しい方がいい。美味しい方がいい。たまにこういうの作ってみたら、チョコと魚を連れ用意しました。こういうの10個だったんで。10個だって。ここで、やって。こんな感じ。多いんじゃないかな、それ。決まるんだ、それ。本当に。いや、だって、適量はね、まあ自由ですよ。わくやいやいとみんなで準備するのが年末年始ね、必要ないのがいいんじゃないですかね。まあ、だって適当ですっていう人いつも適当ですって。適当だもんだって。はい、今日もですね、出来上がりました。イエーイ。まあ、このゆうきのワクワククッキング、僕がね、ブログでいろんな料理を載せることから、本当にメンバーに対してね、俺は料理を作ってるんだぞと、そういう示すコーナーになってますが、今回スカパー第3回目、
パーティーですよ。今日はパーティーです。まあ、2012年から13年にね、パリナイ。あの移り変わるときに、まあ、家でも作れるパーティーね。パリナイ。家でも作れるパーティーね。まあ、今日はね、ノンアルコールビールを用意させていただきましたので、まず乾杯から。そうしましょう。ね。なんでお前なんごめん、間違えた。なんなのはい、じゃあ、できないな。いや本当にね、2012年はあの本当にあのいろんなことがあって、もう大変だったんです。乾杯！乾杯！はい、今日はね、あのノンアルコールビールを用意させていただきましたが、こちらですね、静岡県浜松市のリブランさんがね、もう今取り扱ってますイタレッセのね、グラスになります。イタレッセ、おっしゃる、ポリカーボネートというですね、強い高級なプラスチック製でできておりまして、こちらイタリア製なんですけど、これやっぱりさすがイタリアということで、もうスタイルレッシュ、スタイルレッシュにね、こう作ってあります。まあさらにですね、これ高級なプラスチック製なんで、まあ例えばですよ、お子さんがいらっしゃるお家でもおしゃれに飲みたい、落としても大丈夫、落としても大丈夫、割れない、さすが。これイタレッセのポリカーボネートのね、これクリアしかないですよ。クリアしかないことないんですよ、これが。おなんとですね、赤があったり、お青があったり、お他にもいろんな色がございます。リブランで検索。というわけで今日は、はい、3品用意させていただきました。最初に作ったね、カプレーゼ、そして揚げ餃子、はい、こちらですね、作ってる様子がなかったんですけど、用意しただけなので、はい、かなので、ね、これ自分の好きなものをですね、これがね、クラッカーに乗せて、手軽だね、あの蜂蜜とかかけて食べてくれればいいなと思う。はい、はい、じゃあ自由に食べちゃって、いただきまーす。ちょっとクラッカーね、じゃあクラッカーじゃないかなって、クラッカーだね、それは。俺今箸持ってる。それはクラッカーなんだけど、これ確かにでも危険なやつだよね。だから俺の話にさ、かぶせるのやめて。あの一品ずつね、同じもの食べてコメントくれるとかそういうのないのかなって。どう？たまんねえ。ちょいちょい失敗？いや失敗じゃない、失敗じゃない。これね、あって一番美味しい食べ方。ちょっと合わねえ。クリームチーズを乗せて、持って蜂蜜を、どうで一口で食べていっちゃう、これいっちゃう。3階行きます。
今